藤宮が入力、高田さんが上から見てる、でそれを僕が見て下に降りてって感じだから、高藤は僕から白が出る。多分藤宮。停電中だよ。こういうのちょっと言いづらいタイプだから。あたたかい。待って待って待って。あ、うわ、死んでる。エレキエレキエレキ。エレキエレキ。今、勝ちやって出て8番ぐらいで光って5番入って光んなかったから絶対7番ぐらいで死んでる。無限しろ。いいでしょ。で、めっちゃ直近。キッチンターマキ。トタさんしろ。ありがとう。ねえで、直しトタさんしろかな。アタサコ君はギリギリいけるかもしれん。でも多分無理やと思う。ぐらい。わからん。藤田かミーティングですか。うん。うん。めっちゃ直近これ。はい、トータさん白出したんだ、あれですか。はい、ハンタさんくん。てか、私から出るし、トータさんから私に白出ないと変化。サントさん上上がっていったんかな。うん。じゃあ大丈夫やと思う。サントさんも。サントさんとハンタさんくんが入れ違いぐらいで、ハンタさんくん降りてきてて、サントさんは多分上がったんやろうなって感じ。現状、プテさんキッチン浮き、アルマが見つけてる、ネロちゃんが配電盤、ハンタさんギリ白出なさそう。うん。意外が白かな、全員。マジ？プテさんが濃ゆい感じ。まあ、何も言えないです。ダウンロード中です。直したの、ネロちゃん。キャモツ。キャモツ。あれ、泉白？泉白。あたさことアーカイブ脇ね、俺は。そうですよね。アーカイブですよね。ああ、はいはいはい。で、右行ったのは見てますね、ネロちゃんが。おい。ペレキのどこやったっけ、6？ いや、7だと思う。7か。勝ち合って8入って光って5に入って光んなかったから。プテさんってキッチン脇？キッチン脇。キッチンタン脇。で、最終ダウンロードで終わりです。ダウンロードできてないです。もう誰にも待ってない。え、トータスさんって白出るんですか？出る、出る、出る。トータスさんは絶対白出る。シャワーの奥にいるのを見てもらってない。シャワーのそう、直近だったら無理。うん。僕がシャワーメーカー閉まってます。で、シャワーやすれ違って僕がメインホールダウン室行けたくらい。8番だっけ、エレキの。いや、7だと思います。7か。もう橋を降りた場所。7だったら、はたそこギリできちゃうね、その話。多分ギリ届く時系列かな。うん、7、でもなんか、肉立ってるとか、はたそこは見られるってなりそうだから、優先順位的にはプテさんの方が上がっちゃうかなっていう印象だ。まあね、まあ何の言い逃れもできないです。でも容疑者3人以上いるんだったら単釣りはしないでほしい。3人以上いるの？まあアルハタプテかな。アルマをどこまで追うかですけど、うん、まあ状況怪しいのはわかるが、太鼓も出せない僕。今釣られても辛いよな。釣られんの？まあスキップ安定かなと思った。スキップ入れました。まあ太鼓は立てないけど、アルマセルフっぽくはないかな。じゃあボタンいきます。アルマも一応できるのか。できるわな。ペップ無限ヌーンのあ、マットじゃん。マットか。で、トータスさん持ってかれてる。無限さん、炎上分けじゃなかったこのターン。いやー、お前ない。クッシャーは俺とサントスさんだったはず。うん。炎上分け、炎上分け4人ぐらいいて、確か。高田さんは覚えてる。このターンって、ハタサコアルマってどっちか白出ます？出ない。僕はミーティング待機だから。かな。ちょっと最後アルマが右いたのは見えてるけど。梅健さんがエンジン脇なんだったらほぼハタサコだと思う。右にアルタカが行ってるから、右には絶対来てないから。左直したの誰ですか？伊豆さん。伊豆さん。左直して、ネロちゃん右直しに行った時に藤宮はそこにいた？いや、わかんない。俺は入力ミスってる。うん。いや、藤宮が入力、高田さんが上から見てる、で、それを僕が見て、下に降りてって感じだから、高藤は僕から白が出る。
ネロちゃんがひ、ちょっと待って、ネロちゃんがヌーンで左から右、そうそうそう、で、藤宮が直してるのを分からない師匠だったら、右から左行った人誰？それはが多分俺です、伊豆です。あ、伊豆なんだ。で、まあ、ちょっと人めっちゃ入ってるんですけど、僕一応シェリフです。あは、なるほどね。ただこれで。で、10秒以内のキルで、で、高ネロ、藤が無理そう、サントスさんも無理そう、あれも、うん、あれも無理ないんだっけ？いや、僕は最後に証拠を決め気に行ってる人間だから白は出ないから。ああ、まあ、アルハタどっちかは、あ、釣らん方がいいんか。どうやろう。え、マスク勝ちないっすよね。いや、方がいいかなと思って。あ、そっかそっか。そうそう。一応我慢はできるのか。このターン釣れたらアルハタどっちかを釣ります。宿舎ってフジトスなんですよね。フジトスで、梅剣がエンジン脇なら、上に来てた場合ってフジトスどっちかが絶対に見ると思うんですよ。サトさんどうでした？いや、上がってきたのって K さんじゃなかった？私下ってたけど。ああ。K さん？いや、K さんではないです。K さんは初手、ね。K さん初手切る。K さんじゃない。あれ、誰かが上がっていった。いや、梅剣さんだと思うんだけどな。それが梅剣さんだけど。梅剣さんか。ごめん。誰も上がった主張しないなら、それが梅剣さんだ。だ俺は上がってますよ。下っていくときね、誰か上がっていったから。あれは右行ったんでしょ、だって。うん。てか、畑迫エンジン脇じゃないし、そもそも。登っていった人いる？メイン脇だけど、即走っていってます。エンジン脇で即登った人。登ってない、登ってない。あ、いないなら梅剣さんだ。いないなら梅剣さんだ。じゃあ、畑迫だと思ってほしいけど。畑さん釣ります。僕はコミサボ行きます。あ、ごめん、すっきり K さんだと思った。ごめん、ごめん。配置してください。アルマまでお願いします。俺、視点はアルマなんで。決め打ちです。無理です、そんなの。うん。アルマボタン、一応今23秒あと7秒キルクール開けるまで、まあでもエンジンから上に行ったのが梅剣さんなんだったら僕はかなり厳しいと思ってほしいですけど、メインエンジンからメインに入って高田さんと一緒にで、僕メインから3位右方向行ってエレキに行ってキッチンからの侵入のために確認をしててでリアクターになったから右入ってって感じだから、あ、分かんないけどね、俺はそこ左行っちゃってて梅剣さんがいたかもぐらいしか分かんなくて、上に上がってたらまあハトそこ濃いだけで、結局サントスさんが誰かが来たって言ってて、それが名乗り出てない以上死んだ人かインポスターしかないから、うん、まあまあまあ、いやこれアルマまで釣ったらまあ絶対合計2人ぐらい釣れるじゃないですか、プテマットプラスハタールで、うん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 、でも多分手を汚してないですよね、残り1ローって基本的に、ね、ハタールネロ、え、でも、ハタサコ陣外沖の場合って結構、トスネロ白いと思うけど。確かに確かに。ネロちゃん手で直してる、ごめん。ネロちゃんの陣外はもうほぼ追ってないです、断面的に。マスク持ってるし。うん、てか、僕がクルーだから、ハタサコ陣外6倍、エズシリフ、トスネロの情報で釣ってもらってるから、先にハタサコ。いや、そうなんよな。個人的には、タカフジのどっちかかなとは思うけど。まあ、ネロちゃんは、ハタサコが黒の場合は一緒いいけど、サントスさんは、だいぶ梅剣さん証言出すの遅かったから、うん、白くはなんだかな、いや、ずっと K さんだと思ったマジで申し訳ない、そうね、ネロちゃんはもう白いけど、あのターンってキルクル開けたらどんぐらいだった、リアクターになってから、あ、キルクル開けたタイミングは分からんけど、いや、うん、俺がヌーン乗った瞬間やからリアクターなり始めて3秒ぐらいだったから、あ、そうなんだ、じゃあサントスは一応ね俺のこと切ろうと思えば全然切れたね、エンジンの左側ぐらいで、ね、お互いトスネロはそうだね、そうだね、一応そんな感じになるけど分かんない、なんか、うん、ハタサコもし切ってる場合ね、俺のこれ想像なんだけど、なんか中野アルファの罪を被りに行ったまであんのかなって思っちゃうぐらいに、俺をローラーしたいと思ってる。罪を被りから、そうそう、だからだから二人外だったんじゃないかなぐらいに思っちゃってるとは。あ、それはね、ちょっと思って、あ、ハタサコ切ってたらアルマさんがなんか肉立ってるか切ったの見えてるかなと思ったからっていうのはちょっと。いや、僕何回も言ってますけど、8番でレポートが光ったってだけだから、そもそも死体見えてないですよ。そうなんだ。ああ、そうなんだ。ごめんごめん。肉見たかった。で、5番に入って光んなかったから7番予想。まあでもあるままで釣るか。まあでも2浪疑われるんだったら別に釣ってもいい。うん、あるままで釣ります。まあ、わかんない、俺も。シリフ打たないっす。今、ボタン誰だった？水か。か。二郎ではなかったと。今日は畑
タサコの方が人外的な動きをしちゃったから切ったのはアルマだけど、ハタサコがそれを被りに行くキルをしてんじゃねえかなと思っちゃったんだよね。エビルハッカーとはそれができるから、そのリアクター鳴らしてね。しようかな。待つかサボ。ミーティング？昇降機左。おお、めっちゃ直近です。多分富士宮。名前がね、ひらがなやったと思う。ベント付近に多分逃げてる。停電中だよ。うん、名前だけ。あ、見えたんなら俺でいいです。じゃないか。うん、そっちには行ってますね、富士宮は。なんで停電中なのに見えてんねん。おかしい。名前よ、名前。停電中よ。ハトさんの方か。まあ、名前は知らない。ひらがな一人しかいなかったん最後。俺が死んだことによってなおさら。え、な？ああ、ごめんなさい、何でもないです。何？あ、いやいや、また色が変わってると思ってる。普通に色弱でした、僕。変わってなかった。